ワケあり武器スキン。 APEX には星の数ほど武器ごとにスキンが用意されてるんですが、その武器スキンを買うためには多くの場合お金を支払う必要がありますよね。そんな我々の大切な大切なお金を払ったのにもかかわらず、驚くほどひどい要素を抱えているワケあり武器スキンが実は隠れてるんですよ。ということで今回は今までたくさんの武器スキンを買ってきた経験から、個人的に買って後悔したなと思う武器スキンを総勢8つ紹介します。さあ今回の動画も俺の主観で紹介シリーズなんですが、今回は皆さん自身が各々思うこれは買って損したわと思える武器スキンをこの動画のコメント欄で教えてください。ああ手書き入力のみで受け付けますね。ではまず第8位がこちら、 R301 のスキンザトリップ。さあこちらまあまあ最近に登場したものなので目にしたことあるよって方多いと思うんですが、残念、このスキンの俺だけ公開ポイントはアイアンサイトの驚くべきの醜さ。俺の知る限りこの武器スキンは R301 のスキン史上最も敵を視認しづらいものなんですよね。でもこの武器スキンは愛用してくれているそこのあなた、アンチコメントを書き込むのはちょっと早いな。俺はこのスキンをゲットして後悔はしましたが、いいところももちろんありますよ。というかひねり出してきました。それがなんと見ての通り普通におしゃれでかっこよくねってところ。こちらのスキンは APEX 3周年イベントの時に登場したクリプトの常時販売のスキンハイプビーストと同じ系列のスキンで登場しました。派手でおしゃれに見せるって相当むずいんですよね、多分ね、多分。ただやっぱり R301 には安定して最大火力を実現してほしいので、こういう感じで見にくい感じにされちゃうとやっぱ手がうーんってなっちゃうね、これうーんともうということで、こちらの以下の理由から言えることはたったの一つ、簡単です。 Please return the R301。 では次第何がこちら、 G7 スカウトのスキンブルードラゴン。こちら G7 スカウトとかいうそろそろ運営さんに返してほしい武器ランキング第2位なんですが、ちなみに1位はクレーバーね。これでまずね武器スキンを褒めるところからいくわ。この武器スキンも皆さんお気づきかと思うので、一緒に画面の前で声を合わせて言いましょうよ。いきますよ、せーの。俺 iPhone 11 Pro 使ってるけど同じ人おる？そうですよね、めちゃくちゃかっこいいのよ。何もかも、何よりも誰よりもアイウェオで、ここからが結構大事なポイント。なぜこの武器スキンを買って俺は後悔してしまったのかという部分についてですよ。それは唯一たったの一つ、ケアパケだから使う機会少ない。これだけはまあしゃあねえ。自分はちょい前のこの武器スキンの再販の時に買ったんですが、その時ももう皆さんご存知の通り G7 はケアパケ武器ですよね、もちろんね。いつまでケアパケおんね、そろそろ普通に使いたいってことをこう伝えていくわ。そしてもう周知の事実、 G7 スカウトはケアパッケージの中でも最弱なので、たとえ試合の中盤で武器もしっかりこの揃っている状況でケアパッケージから G7 が来ても使おうかという気持ちにはね、もう全然なることないんすよ。ブルーとドラゴンのコラボレーションがもうジャストメイトのレボリューションでもアシミュレーション、 G7 が通常武器に帰ってくるその日が来れば、自分このスキンもすり減るくらい使ってやりたいですね。まだ1回も使ってないです。では次第6位がこちら、フラットラインのスキンクレンチドフィスト。さて本日の主役、いやゾンビ映画で一番最初に死ぬ系の雑魚かと思いきや、実はそいつがラスボスで映画のラストで主人公たちに立ちはだかる系の武器スキン。何言ってんねん。こちらはシーズン12の時に来たウォリアーズのコレクションイベントにて登場しました。ウォリアーズ、その時にちょうどクリプトのスパラジェも登場しましたよね。期間は3月の30日から4月の13だったので、ちょうどですね、あの春休みが終わる頃に来ましたよね。ああ、あの頃に戻りたい。俺的公開ポイントはもうまさにこれ、こちらの見た目ね。見たところ普通のフラトラの武器スキンとは異なる見た目なので、ワンチャンこれは例のあの見やすい系のアイアンサイトかと思って期待に胸を抱いてクラフトメタル2400で購入して訓練場でガチーンって ADS してみたらもう最悪ですよ。こちらの通り何の変化も得られませんでした、チャーディス。なのでこれはもう後悔したというところですよね。ただね、これ後悔したとは言ってるんですけど、それほどね自分なんでかい後悔ではなく、なんならね、いろいろ武器スキンフラトラ持ってますけど結局ねこれ使ってるんですよね。なぜならそれは俺自身が金色が大好きだから、できることなら身につけるもの全て金色の黄金で包み込みたいと思ってるんですけど、ガチ希少案件、外見が普通とは違うので、これからもねこいつ愛用していこうかなと思いますね。では次第5位がこちら、ランページのスキンパイオマニア。さあシーズン13で全く見なくなってしまったでおなじみのランページ。ランページという名前を聞いてウーバーワールドのランページ、ランページクライドが思いついた方はもう優秀。まあ、あのドア越しからのババババババが聞こえなくなったのはまあ安心ですが、それ以上の印象がもうない。 Nothing of the baby、 Nothing Nothing Nothing。 こちらの武器スキンはアンシャクルドイベントにて登場しました。あのアキラの服みたいなレーススキンが登場した時と同じですね。ちなみにまだアンシャクルドイベントのアイテムはクラフトメタルでいつでも買うことができるので、この武器スキンだけは絶対に買わないでください、死ぬぞ。この武器スキンの俺的残念ポイントはもうね、ほんとコストの割に変化がない。この色と形とこの見た目なら初期スキンでもええんとちゃうか、本気で俺はそう思う。いや俺もそう思う。逆にいい点は、申し訳ない、ここはあえて言葉を選ばずに言わせてもらうわ。そう、皆無。ただ自分はラッキーなことに無料のガチャで出たので、まあ、不幸中の幸い、いや不幸中の不幸、お前救うようなやんけお前。皆さんはガチャ以外でこの武器スキンに手出すことは絶対にやめてください。では次第4位はこちら、 R99 のスキン金色の牙。さあ R99 別名豆
豆鉄砲をさすがに言い過ぎてるので言い換えましょう。まあまあ豆鉄砲よりちょっと上で拳銃よりかちょっと下くらいに位置する鉄砲みたいなやつ、あーあれだ、あのゴム鉄砲だ。あーもう俺自身は R99 大好きなんですよ。ただ R99 が弱い、それだけ。だってさ、自分が R99 持っててたまたま缶を見つけたとしましょう。そしたら皆さん買いますよね。 R99 使ってたから俺ライド使ってるんだよと。大丈夫、うん、もういっか言わない。もうこの武器スキンはシーズン13開始直後に来たこの神レーススキン、リフトストーカーと共に同梱されたこのサングインバンドルだったっけな、それに登場しました。こちらの俺的公開ポイントは、やっぱ見にくい。はい、毎度同じに見にくいという理由なんですが、実はこいつに関してはこれだけではないのよ。それが実はまたこいつのいい部分がまたこれ悪さしてんのよ。また悪さするんか。そのいい部分というのが、そう、紛れもなくスーパーかっこいいから、ありがとう。そうね、超かっけえから、俺としてはもうすり減りちびるくらいまで使いたいんですけど、やっぱね、どうしても見にくすぎるというのが難点。この見た目で見やすい設計で作っていただけたら、もういいことなしの完璧設計やったのにね。レースのスキンもかっこいいし、 R99 のスキン見やすいしかっこいいなんて、もうお買い得すぎても逆になんかの詐欺に誘われてるんちゃうんかって思うくらいなんか怪しいわ。 R99 がまた覇権を握り、レスボックスかライトアームが見える世界になることを願ってます。では次、第3位がこちら、プララのスキン、怒りをもたらすもの、プラプラの銃声でおなじみのこの武器。まあまあまあ強いとは聞くが、まあ、実際使ってみると自分のエイム力のなさに絶望するよなこの武器。ってな感じになる。こちらの武器スキンはブラハエディションにてついてくる武器スキンですね。現時点ではまだブラハエディションは再販来てないんですが、興味があるという方はぜひとも再販が来た時はしっかり考えて悩んで迷って困ってください。こちらの悪い部分はもう毎度おなじみ、バカスーパー醜い、もう両サイドの角が邪魔してんね。逆にいい部分は俺好みの赤黒中二病構成であることだけ。ただね、自分はね、ほんとブラウラーはほぼ使わないので、この武器スキンを使わせてもらってる一応ね、この武器スキンは使わせてもらってます。ただ使うことは一切合切実際絶対ありません。こういうね、赤黒の武器スキン自分大好きなので、あの運営さんにはもうほんともうじゃんじゃん作っていただきたいですね。この声が届くかどうか分かりませんが、できることなら SMG のプラウラーとストームポイントに出てくるプラウラーとか、フラットラインの武器スキン、ヒートシンクの紫で、あのオレンジ色だの、あのヒートシンクとかの同じゲームで同じ名前採用するのやめへん。あれめっちゃさ、こうムカつくというかさ、ややこしくてめんどくさくなっちゃうので、これからでもいいから反省しておいてください。お願いします。では次、第2位がこちら、ピースキーパーのスキン、ピースブレーカー。武器の名前はピースキーパーだけど、スキンの名前はピースブレーカーで矛盾してるあたり、運営さんの遊び心を感じるね。今シーズンショットガンはもうピーキー一強なので、ピースキーパーはもうほんともうマジ上手くなりたいところと今までは思ってましたが、最近ね、考え方を変えて、正直ね、これショットガンとか、あのケアパケから出るマステフ使うくらいでええんちゃうかと思ってしまいましたね。ピースキーパーを使うくらいなら、ウィングマン持ってカー持ってもね、敵を溶かす方が楽よね。ウィングマンで中距離から遠距離を対応して、カーで近距離の敵を倒すと、でなんならリーサルウェポンとしてウィングマンを使うと、この武器構成結局一番強いんちゃうかなって思いますよね。でこちらの武器スキンはシーズン12の開幕と同時に来たマッドマギー姉さんのバンドルにてこちらなんか入ってました。こちらの武器スキンの俺的公開ポイントは、そう、ご覧の通り普通にダサい。おっと、今まではかろうじてかっこいいやつだということでデメリットは理解できたが、今回はダサいのが公開ポイントなのか、ではこれのいいところは一体何なのか。はい、そんな注目のいいポイントというのが、そう、同梱されているマッドマギーのスキンがかっこいい。ごめんなさい、あのこれだけです。はい、まさかの武器スキン単体では、あの言葉を選ばずに棒させていただきますと、まあゴミゴミ。もうね、自分これ試合に持っていくこともなく、訓練場で眺めてパッて感じたほど感もしてましたね。なのでこの武器スキンをあの愛用されている方ほど申し訳ないんですが、あのチャンネル登録と高評価お願いします。では本日ラスト第1位がこちら、ウィングマンのスキン、砲の番人。さあやってまいりました。買う前は印象良くて、これめっちゃ見やすいの、じゃあ俺も買ってみようという期待を一挙に否定する驚きの展開。こちらが登場したのはシーズン8のコレクションイベントにて登場しました。バンガのスパイルズと同期らしい。で3周年アニバーサリーの再販で自分はその時に買いました。こちらはあえていい点から話しましょうか。いい点はもう言わずもがな、黄金と赤でめっちゃかっけえじゃんこれ。砲かよ、砲なんですけど。で俺だけ公開ポイントは、そう、圧倒的見にくいポイント。はい、これ実は見にくいんだよ。まあまあまあ元スキンと比べたらまあ多少は見やすいのは当然なんですが、なんせ俺は無慈悲の翼とか殺人光線とかに毒された側の人間なので、そこを通ってからこのスキンに行くのは逆に見にくいんですよね。ただでも見にくすぎるということはないので、気が向いたらちょっと味変とかな感じでこれ使うのは全然ありやと思う。なので皆さんは武器スキンを買うときはしっかりね、どんなサイトなのかっていうものをしっかり見て、どんな色合いなのかっていうものを細かく研究して、でこのチャンネルを見ていただいて、自分の好みと沿っているかっていうこともよく考えてから買うようにしてください。以上、何が何でも次のスキン編につなげたいなと思っているバツネジからでした。